太夫さんの独特な愛称で外八文字と申しまして、京都は内八文字、江戸は外八文字という歩き方でございますので、その辺もご案内いただいてご覧いただくとよろしいかと思います。ようやくですね、一組目のウィランド一行が来てしまいね、ようやく到達いたしました。大変道路に出ているお客様申し訳ございませんが、ステージ上をですね、前を通過しまして、消防団のテントのところに、ね、曲がる予定になっておりますので、ここの、すいません、観客の方申し訳ございませんが、歩道が左右に分かれていただきたいと思います。すいません。はい、もう一つ後ろから来ますので、お怪我のないように順番に少しずつ後ろへこう下がっていただきたいと思います。全部が書くわけじゃない。